はい、どうも皆さんこんにちは、はしたごーです。今回は、ちょっと特別編で、メンバー募集っていう回ですね。はい、メンバー集まんのかお前でっていう話なんですけども、メンバー募集、メンバー募集、なぜメンバー募集するかっていうと、まあ、ちょっと新しいチャンネルを作って、まあ、ちょっと僕面白そうだなと思うのをやりたいなと思ったんですけど、その名も、チャンネル名は、チャンネル名まだちょっと仮ですけど、何バズ TV っつって、何でバズったか、何で、今バズってんのか、過去に何でバズったことあるのか、それとも、これから何をバズらしたいのか、世の中に対してね、今バズらせるために、何かに夢中になってますみたいなことを道行く人に、ちょっとインタビュー形式で聞いていけたらなと思う、もうほんとゲリラでね、インタビューでね、駅前とか、まあちょっと繁華街的なものの人、まあ人がいるところでね、行ってね、そこでちょっとこう、お話を聞ければなと思う TV です。チャンネルです。はい。まあもうほんと、その有名な方もね、まあもしもね、お声かけたり、DM 送ってね、やってくる。何でバズったんですか、このチャンネルはとか、何で、その、まあ例えばお笑い芸人の方、それで、世に出たのかとか、音楽で言ったら何の曲が1曲目でとか、何で、まあ、例えばその洋服でもそうですし、映画でも音楽でも、まあ、ものを作って、それ何がきっかけでバズったのか、それとも何をこれからバズらしたいのか、または今もうすでにもう僕私バズってる最中ですっていうものを、まあ、この3つですね、教えてもらえればなと。過去にバズった、今バズってる、 Now、ね、これからバズらせるっていう3つ、どれかにはまるはずなので、皆さんね、各個人もういろんなことあると思うんで、人生、うん、まあ、ちょっとね、外録チャンネルが面白いなと思ったんで、あれはもうすんごい、もう凄まじい人生を送ってきた人たち、過去にねとか、まあ面白い話になってはいるんですけど、まあちょっと僕のはこのチャンネルは、橋田剛のその何バズ TV に関しては、もう何にバズったか、何をバズらしたいのか、何でバズってるのかっていうのに特化して、お話ししていって聞ければなと思って、ちょっとやってみたいなと思って。そこでメンバー募集っていうのは何をするのかっていうと、まあ、例えばそれを、まあ、字幕スーパーつけてくれる動画編集者さんもそうですし、まあ、カメラ持ってね、まあ、一緒に、まあ、iPhone でもね、何でもいいんですけど、撮って街に一緒に僕と出てくれる方、お話を、まあ、もう僕、特攻隊長でね、全然話しかけるんですけども、もういや、私が行きたいですっていう方がいればね、僕が私がって行きたい人がいたら、ぜひ一緒に同行していただければなと思います。うん。全然ね、嫌な、突撃的な、YouTuber のなんかぶっこんでっかい感じっていうよりは、もう全然、何でバズってるんですかとか、何でバズらしたいんですかっていう、こう、夢聞けたらなと思うんで、もう全然若い人もそうですし、もう今、もう全然30代、40代とか、もうこれからチャレンジしていきたいっていう方、もう全然脳脈にゃんの、何にも関わらず問わず、もういろいろ話聞いたらなと思います。まあ、まずは最初ね、秋葉原から行こうかなと思って、僕好きなんでね、あの街から。うん。そうですね。まあ、それで、うん、将来的に何したいかっていうか、っていうと、まあ、僕らもそれで、皆さんの、あれ、そういうお話を聞いて、チャンネルをバズらしたいですよね。で、みんなにそれを聞いていっていただいて、まあ、ヒントになるじゃないですか。何でバズったか、こういうことでバズったことある人いるんだ、今これでバズってんだ、俺もチャンスだなとか、またこういうことを将来に広げていきたいって言ったら、それが宣伝の場になればなと思うんですけど、まあ最初はね、すごいチャンネル登録者数、まあ自分しかいないんで、一人から始めるんですけど、うん。まあそれがどん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 こう成長していくチャンネルに、皆さんで、みんなでね、一緒にやっていければなって思うんですけど、まあじゃあ今何人集まってるのって言った時に、まだ4人、僕入れて4人ですね。まあ、名前もニックネームはあのだけ言えれば、まあ二日酔いぞっていうね、僕のカメラ回してたやつと、あとはカキダイっていうあの洋服作ってるやつと、うん、あとは美容師やってる、チネオってやつがいるんですけど、まあそいつらはもう強制的に連れてきます僕は、うん、だから4人ですけど、まあ来なかったらもう僕一人で突っ込むぐらいの感じで思ってるんですけど、いいおっさんが何やってんだって感じですけど、まあでもすげえ面白そうだなと思ったんで、うん、もう思い立ったらすぐ行動じゃないですけど思ってますまあ本当にね、チャンネル登録者数増えて、まあ、一緒に話聞いた人たちと、もう僕らも一緒にバズっていければなって思います。バズって言葉がすごい古いかもしれないけど、まあまあ分かりやすいかなと思って、まあチャンネル名も何でもいいです別に、うん、と思ったんで、
うん、まあチャンネルはちょっと分けてやった方が面白いかなと思って、ゼロから成長させてね、うん、あまりにも僕の方が橋田号がねマニアックすぎる状態なんで、うん、って思ってます。まあ、そうですね、こんな感じでメンバー募集、DM でもいいしコメントでもいいし、何でもいいし LINE 交換しましょう、うん、ミキシーの方からでもねいいし、全略プロフィールでもいいし、うん、ってことで、こんな感じです今回は。で最後じゃないな、僕あのジャスティン・ビーバーを絶対コンパに呼ぶって、僕の主催者コンパに呼ぶっていうのが、まあ、夢っつうかあれなんですけど、通過点なんですけど、まずとりあえずの、うん、で、ジャスティン・ビーバーに何であなたは What's Buzz、ね、なんでバズったのってインタビューしたいんですよ。で彼がこう言うはずです。 Baby って言うはずです。はい、ということで、今のでメンバー来なくなっちゃうんですけど、うん、ぜひ一緒に何バズやりましょう、何でバズった、何でバズって何でバズらせるのかっていうチャンネルやりましょう、ということで何バズ TV メンバー募集です、コメント待ってます、 DM 待ってます、ということで橋田豪でした。じゃあね、バイバイ。